どうも、陣内智則です。さあ、今回はゲストに来てくれてます、野田クリスタルです。お願いします。お願いします。いや、久しぶりやね。いや、久しぶりに、スーパー野田ゲーパーティー以来の。そうやね、はい、スーパー野田ゲーパーティーも楽しませてもらったけども、ワールドが出ました。今回ね、7月の末にもう本当にカツカツの状態で出しまして、結構売れてまして、ダウンロードランキング2位まで。うわ、すごいね。はい、大人たちが頑張って一緒に作ったんですけども、バグがもう30個ぐらいです。野田ゲーといえばみたいになって。俺もさ、ネタジオでね、クソゲーオブザイヤーってやってんのよ、はいはいはい、それってよくバグんのよ。そうですね、バグるゲームもクソゲーって言われてんの、ね、大丈夫。やっぱその何も考えずに作っちゃってるんで、バグりますね。2日前ぐらいにアップデートで30個ぐらいのバグ消しました。なんで間に合ってないやん。発売に間に合ってないやん。ベータ版を皆さんにお届けして。ベータ版かわすね。前回もおもろかったけど、今回は俺も新作ばっかりでしょ。はい、今回はですね、スレスレがテーマっていうか、スレスレ、まあギリセーフかみたいなゲームが多いんで。おお、なるほど。やってもらえば、中身的にもギリセーフかみたいな。まあまあまあセーフだろうみたいな。じゃあ早速この爪集め変えて将棋3やりますか。俺将棋知らんけど大丈夫な。はい、僕も将棋知らないです。マジで。はい、将棋知らないで作ったん。将棋3までなるとやっぱ将棋知らなくてもやります。将棋3、いや、ワンツー知らんねんけど大丈夫。あ、そうです、大丈夫です。あ、そう、じゃあちょっと頼むわ。こちらなんですけども、自分のこの騎士がいるんですけども、これを動かすんですね。でも俺、桂馬がどう動くとかも知らんねん。大丈夫です。大丈夫。はい、で、駒を置くんですね。そうすると駒が時間経つと爆発するんですね。その爆発に巻き込まれたら負けっていうゲームなんで。ちょっと、はい、ちょっとやってみようか。俺もしたやん。はい、でこれ長押しで。俺どっち、赤青ですね。俺青か。早速ちょっとこれで OK。 はい、僕下です。俺は上です。はい、動かして丸股を押すと、こうやって駒を置けるんですね。あ、危ない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 、爆発するやん。はい、え、やばいやん、俺ちょっと待ってよ。あー、なんや、どうしようで、ちょっと待ってくれ。ちょっと HP のどのタイミングで爆発するのよ。これ普通にどこでも置けます。どう置くの、待って、置き方教えて。これ丸股、丸股、はい、あ、OKOKOK。 もうボンバーしかいな。まあ、言ったら悪いけど、スレ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 。お前これボンバーマンやないか。お前、おい、待って、スレスレやないの。お前スレスレでやらせてもらってます。ギリギリの戦いでやらせてもらってます。こちらもいやこちらもギリギリでやってますんで。ボンバーマンやってなあ。こっちもジネさん、うまいっすね。初見なのにこのゲーム、初見なのにこのゲームうまいっすね。なんでなんですか。ボンバーマンやったからや。ボンバーマンやないか。なんで、ジンナなんかうまいな。なんでだ。ボンバーマンやもん。経験値があるな、なんか。あ、やばい、クソ、うまいな、なんでだ。スレスレちゃうやろ、これ。アウトやろ、これ。うまいな、アウトやろ、これ大丈夫やったの。だから将棋3やもんな。将棋3だし、別に向こうのもんじゃないし。爆発したら燃えるは向こうのもんじゃないし。これがボンバーって言ったらもう負けですよ、もう。ボンバーマンとね。だから俺なんかすごいやりやすいなと思った。だからやり心地いいなと思ってるんですよ。あ、こういうことで、ね、今回のテーマ。今回のテーマ、こういうゲームだと多いですね。なるほど。割と。あ、オッケーオッケーオッケー。はいはい、今のが将棋3です。いや、ボンバーマンね。はい。いはい、いいね。あ、ボンバーマンです。ノーボンバーマンですよ。無理して、長いな。ちょっとノブやってもらってもいいですか。ノブやね。俺、ノブはもうずっとさ、なんか YouTube とかでも、やったことないけど、みんながやってる、おもろいおもろいって。じゃあ、こっちのコントローラーでやりますんで。一旦ちょっと、ムービーを。モサモサと申します。なんか、めっちゃすごいな。はい。これ、どう撮ったん。これはもう、3D、あ、もう頑張ってこの岡山州消そうとしたのに消えなくて、顔のどうしても岡山が。いや、すごいな。こちら 3D で、うわ、これはすごいわ。ノブの声が入ってんの。はい、フルボイスです。ノブさん、フルボイス。オッケー、やろうか。ちょっと制作が間に合わなくて、ちょっと
ハードモードしか今入ってないんですよ。どういうこと？販売してんやろ。はい、販売します。ノーマルがちょっと入ってないですけども、いやいや、ハードモードでぜひとも、はい、押したらいい、スタート、はい、操作方法はやりながら覚えていけると思います。ノブが何するの？俺が選ばれてしまったか、もう敵がモンスターがたくさん現れるんで、それをなぎ倒していく。いや、めっちゃすごいグラフィックやん、はい、ノブこう思ったらちょっとええ顔しとるなあいつ。古い昭和の男の。できない。ああ、こんなのすぐいけるの？もうロールプレイングじゃないの？これはもうアクションゲームですね。この A ボタンを、あ、左のボタンを押して切り捨てられますかね、まずは。そうですね。ぬるい。下のボタンを押すとジャンプですね。下でもうダメじゃん。あ、終わった。おいおいおい。何があったんや、何があったんや、ちょっと待ってくれ。下でジャンプ？下のボタンでジャンプですね。なんで下のボタンじゃん。 B ボタン、まあまあ、マリオの B ボタンジャンプ。まだまだ、まあ、B ボタンとかアクションゲームが一撃だ。はっ、いいセンス。あ、終わった。おいおいおい。めっちゃむずいや。ちょっと待って、登録しない。ジャンプがどこって？ジャンプ ここっすね、これ。下がジャンプなの？はい。なんで下がジャンプよ、なんややこしいやん。これ結構このアクションゲーム結構このボタンが多かった。一撃だ、二撃だ、もうええ、もうええ。落ち着、もう落ち着いて、ゆっくり一匹一匹倒して。ちょっと待って、これはもう見してよ。ちょっと見してよ。ちょ見してよ、ちょっと どんなできるの。いいセンス。ぬるい、まだまだ、ぬるい、ぬるい。めっちゃでもすごい。いいセンス、いいセンス。一撃だ、はっ、見切った。ぬるい、まだまだ、と、見切った、はっ。ぬるい、もうダメじゃん。わかった。でもこれ、これは、なんで裸で走って、これな、武器ないんかいな。武器ないです、もう攻撃できないです。でもこれ、鎧取ったら復活。うわー、なるほど。かっこええよ、よーよーできてるやん。はい、これノブはどこ行ってんの？ノブはもう、助けに行ってんの、誰か。細かいストーリーは一切見てません。なんかずっとなんかありそうだなっていうゲームです。なんかありそうだな、このこれっていう。危ない。いや、ありそうや。そのあステージ、これが次のステージですね。で、これ1ステージにつき3面あるんで。なるほど。次まで行けば見切った。で、こっから俺も、あ、終わった。終わった。じゃあこっから試しにちょっとぜひとも。悪い癖じゃん。この場面から始まりますね。あ、登録だって。あ、大丈夫です。ランキングって何やねん。世界やっぱでも 変な人いて、やっぱこれのタイム競い出すんですよ。オンのタイム、はい、リアルタイムアタックっていう。ちょっと怖いよ。あ、おた、おい、あー、かわいそう、かわいそうに。ノブさんかわいそうじゃないですか、ちょっと。かわいそうだね、今のは大変やから。あー、おた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 、もうやられた。これ、俺なんか似てんだもん。魔界村に似てるわ。うわ、このお前難しさ。ついにバレました。これ一発やられるとパンツ一丁になるっていう。システムも完全に魔界村です。これは一応怖いんで、カプコンさんに言ったらもう知らないです。いいですっていう。いい選手だ。完全に魔界村です。まだまだ。と、綺麗。魔界村。あ、終わった。魔界村でもまだ救いようありますからね。パンツ一丁になっても。これはもう救いようないですもん、パンツ一丁になったら。おもろいな、おもろいけど、むずいって。なんで終わんねん、すぐ。なんなんこいつ。あ、もう死にゲーですね、もう本当に。すごいな、ゲームをギリギリやないよ。これを愛する。まだ、と、あ、惜しい、あ、落ちたらあかんの、落ちたらあかんの、落ちたらダメです。で、もう床も覚えゲーなんで、結局。じゃあちょっとこれを途中まで やって。むずいって、これは本当むずいです。もう一応想定では一面で3時間かかる予定。一撃だ、すげえ。でも覚えていないこのグラフィック、見切った、すごくない？そうですね。でもこれは今回もうめちゃめちゃかっこいいゲームにしたかったんで、これ手書きじゃなくても、あの、借りれるんですよ、こういう素材を。あ、そうなんや。はいはい、元々ある素材を組み合わせて作ってるみたいな、ね、今そういうのが出てるんで、意外に 3D も、ね、作りやすい時代になってます。一撃だ、すごいな、ぬるい。
どこに向かってるの。あ、わかった。もうええ、もうええ。マジ腹立つんですよこれ。けて覚えゲーなんですけど、ちょっと作者も忘れるんですよこれ。作者もね、あ、わかった。ちょっと待って、ちょっと本当に腹立つ。本当腹立つ。ダメじゃん。あ、ちょっと見せてくれよ。いきます、いきます。ちょっとこれ本当難しくて。何くるい。何くるい。もう。まだまだ。一撃だ。これでも見てられるな。一撃だ。やっぱ歴代の芸人のゲーム、さんまの名探偵とか、たけしの挑戦状とかって理不尽にむずいんですよ。あ、むずいな、はい、なんかそれのちょっとインスパイアとかむずくしたんや、はい、いやこれでも後世に語り継がれるんじゃない。あ、もうほんとやだ、ほんと腹立つ、ほんとクソゲーマジで、マジやってらんないですこれ。ちょ、ラストラストラストやってください。ラストやってくれ、もうマジクス。3年あの3ステージあるってこと。ステージは全部で5ステージまであって、これマジで1ステージ目なんで一番簡単です。これ1ステージ目でこれかいの、はい、いいセンスだ。これ何のピンかとどうなの。スコア、上にスコアがあるんですよ。それが上がっていって、それが世界ランキングスコアに反映されるんで、あのそもそもクリアできないんで、あんま意味ないです。もういい、もうやめました。終わり終わり、こんなクソゲーずっとやってたら頭おかしくなる。次次何を。そうですね、これ何、これ高橋名人ザ連射。これ高橋名人といえばやっぱり連射、連射連射、1秒間に16連射したっていう逸話があるんですけども、それを超えようという。もちろん許可取ってんやろな。許可取りました。最新高橋名人です。こちら。分かる、最新やけど。最新の方です。昔のでええわ。こちらちょっと対戦でもすごいシンプルですこれ。おうおうおう。とにかくボタンを連打して。AX ボタン。もう全部使います。こうするの？手、手で？どっちでもいけます。擦り押しもいいですし。擦り押しでいこうかな。はい。じゃあ長押しでまずちょっと選んでください。はい、じゃあ10秒間まずやってみます。一緒に？はい。俺は擦り押しっすね。俺も擦り押し。はや。よっしゃ。いやー、何が欲しいね。何やねこれ。これ何やね、よっしゃやないね。これが。待って。これ白熱するのが30秒っす。今しんどいわ。マジしんどいんで。マジしんどい。はい、お前もうこれ筋トレやんこれ。筋トレスターなの。いきます。あれ早くなってる。あれ。シッ。負けた。スピード勝ち。失敗。失敗。もう二度とやりたくないこんなゲーム。めっちゃ失敗したよ。めっちゃ惜しかったよ今日俺。二度としたくない。これやる人おる？これはもう聞いたことない。なんか音ゲームあんねん。これ音声衰弱っていうゲームがありまして。これでもありました、ね。それがちょっと好評だったんで、ちょっとマニアックバージョンと言いますか。おいいね。むずいバージョンちょっと。オッケー。陣内さんって音楽とかなんかやってました？音楽はやってない。苦手やったかな。音感あります？いやだ、音痴やからないと思う。そっか、ちょっと試しにやってみますか。どんなのやってみたい？僕からです。オッケー。まず普通に、まあ、神経衰弱と同じでめくります。静かにお願いします。陣内さんです。違うの？低い。出てるこれ。おっしゃー。
試合ないねん。高い。あった気がする。違う。高い。ここ。高いとこあった気がする。あった。ここや。お。え。おお。すごい。しゃ。マジか。低い。低いなった。だいぶ低いなったよ。違う。なんやねこれ。これでしょ。違うんだ。どこやったら正解やね。高い。あ、これや。ようやく。違う。うん？でこうか。でここだ。おっしゃ。すごい。低い。低い。あ、すごい。もうこうなったら。うわあ。こいつ当てたい。こいつ当てたい。うん、ちょっと高いな。これ高かったよな。違うか。え、こっちじゃないですか。高い。思ったより高い。よし。高ない。おい、やばい。あ、ようやくこれや。おー、やばい。この音覚えとこ、トンの音覚えとこ。トン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 ね、トントントン。あ、ん？違う。こっちすぎてさ。しゃあ、しゃあ。めっちゃ疲れるこれ。すごいな。めっちゃ疲れるこれ。よく考えたな。なんかのテストだなこれと思って。いや、これは音楽のテストでいけるんですよね。バンドやってる東大生が吉本社員にいたんですよ。おうおうおう、超強かったっす、やっぱ。あ、分かってんねん。全部わかります。やっぱ絶対音感、音感、絶対音感、もしくは相対音感みたいなのがあればいけるみたいな。へえ、全然分かれん、はい、ちょっと他の音やってよ。 BKB いってみますか。あ、 BKB 行こう。はい、あ、 BKB いけるかも。俺バスケットボール BKB ヒーヤスススブラックコーヒーバリ苦い BKB ヒーヤ BCB かコーヒーはC、B、BKB じゃない、B、長いな。瓶と缶の分別 BKB、 一番好きなやつ。瓶と缶の分別 BKB、 ヒーヤスススス部長、カツラバレてますよ BKB、 ヒーヤスススバリ、かわいい、ババア BKB、 ヒーヤスススス違うか、開けとこまだ。ベルリンのビッバスケットボールビキャビヒーヤスススバスケットボールビキャビヒーヤスバスケットボールビキャビヒーヤスススブラックコーヒーバリ苦いビキャビヒーヤビシブラックコーヒーバリ苦いビキャビヒーヤビシビなんで強いのコーヒーはバリかわいいバラビキャビヒーヤスススなかったバリかわいいババ、ババ、ビキャビ、ヒーヤ、スススバリかわいいババアとババ、えブルーな気持ち、ぶっ飛べ、ビキャビ、ヒーヤ、スススバリかわいいババ、ビキャビ、ヒーヤ、スススバリかわいいババ、ビキャビ、ヒーヤ、スススバリかわいいババ、やばい、ビキャビ、ヒーヤ、次取られたら負けか。ブリ、カンパチ、バテラ、キンメダイ、ベニズワイガニ、カツオ、ビンチョウマグロ、ビケ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 ビカツラバレてますよ。ビケビヒーヤスススベルリンのカ
ベビーキャビーヒーヤスススブルーな気持ちぶっ飛べビーキャビーヒーヤスススバリかわいいバラビーキャビーバリかわいいバラベルリンのカベベルリンのカベあやばいやばいブルーな気持ちぶっ飛べビーキャビーヒーヤスススブルーな気持ちぶっ飛べビーキャビーヒーヤスススあ同点されるバリかわいいババロア、ビーケビー、どれだ出てないっすよね。あれあ、やばい、違うな。くそーめくっときゃよかった。タイムアップなんか。タイムアップだ。考えすぎた。いやー、おもあ、俺か。ラストですね。ブリ、カンパチ、バテラ、キンメダイ、ベニズワイガニ、カツオ、ビンチ、ブリ、カンパチ、バテラ、キンメダイ、ベニズワイガニ、カツオ、ビンチ、なんで BKB 強いんすか。BKB が強いなよ。なんで BKB 強いんすか。いやおもろいな。おもろいわ。すごいわ。これあるじゃあいいよ次なんか。そうっすね。やっぱちょっと釣り革やっとみたいなもんじゃない。そうっすね。釣り革やりますか。今回ですね、まあ、最大4人対戦がまずオフラインで出てきて、オンライン対戦だと20人対戦もオンラインオンラインゲーム今回入ってて5個ぐらい入ってるんですけども、うん、これはもうあの普通にランクマッチっていうのを押すともう今現在やってる人と20人ぐらいまでマックス対戦できて1位になるまで生き残るっていうゲームなんですね。オンラインでそんなこれ、はい、でまあ今回ちょっとオンラインが入ってないんで、なるほどゲームが、うん、なんでオフラインで、オフラインで、はい、普通にやりますよ。ただ今回オフラインでもちょっと新しい要素が加わってまして、線路がたくさん選べるようにええわそんなどうですか、谷町線とかやっぱ思い出深かったりしますか。やっぱそんなセレクトいらんわ。紫の線ね、谷町線、はい、僕がワンピースね。あ、ちょっと逆だった。俺、こっちか。はい、もう一回いきます。来日から右ボタンを押すと釣り替えにも使われます。これあ、でももうなんか切れちゃいます。あ、ほら谷町線のトップ。あ、やばい、谷町線地下に入るんで暗くなりますうわ、お、よし、よしよし、俺だ。谷町線難しいですよ、やっぱ真っ暗にやるんで知らんわ、そんなあるあるこれはおもろいわ。あ、そうか、なんでお前そんな田んぼ出てんの。これはもうあえて逆にあんま動かないって。やばい、俺あれ分かんなかった。よっしゃ、あー、くそー、よし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 。ちょっとめっちゃ難しいステージやってもいいですか。いや、もう頼むわ。やっぱネタ中にも入っていったんですよ、うん、僕たちの箱根登山鉄道。あ、もう一番難しいやつ行こう、はい、これがめっちゃ揺れるんで。なるほど。僕がワンピース、オッケー、後ろです。もう電車がもう傾きます、これ。ほんまや。うわー、やばっ。あ、ばい、よっしゃあ、瞬殺もう一回やって1P の勝ち。で、これほんと難しいです。これ今度右です。いや、マジむずい。でも基本はさ、まあ、行き過ぎたらあかんねんな。とにかく真ん中にいることもある、うん、やばい、怖い。真ん中のことね。真ん中にとにかくいる。これオンラインでさ、どう見極めんのよ、野田をさ。めっちゃ多いっすよ。いや、服は変わってんの色。わあ、よっしゃー、よし、40秒。勝ち。でっかちゃんやらして。でっかちゃんやりましょう。でっかちゃんやらして。でっかちゃんもオンライン対戦が入ってまして、4人対戦までできるようになってます。あ、これすげえ。でっかちゃん、これまた変わってんの？今回アイテムが追加されまして、まあ、無敵になれたり、この顔面パックっていうのを取ると小顔効果でちっちゃく顔がなりますんで。でっかちゃんの？でっかちゃんの顔は。なるほど、なるほど、はい、オフラインで。オッケー、行きましょう。今回さまざまなステージが用意されてます。まずシンプルステージで。そうね。はい。僕が赤です。青ね。はい、もう動かせますんで。これどうやったっけ、でっかちゃんどうすんの。でっかちゃんがボールに当たらないように、ね、はい、そうね、そういうことね。あ、そう、ちっちゃなさんがあった方がいいもんね、はい、
回ちょっとった方が得な、今回崩れたブロックのところに入れるんだけど、おい、あーたまだまだ、いやもう無理や、まだワンチャンあります、まだワンチャンあります、操作次第では、あー閣僚閣僚ちゃんだよ、もう無理や、隠れてっか、動かへんや、隠れてっか、隠れてっか、勝ち、いや分かった分かった、いけるいけるいける、はい、今のちょっと操作ミスした、でも上の方がええの、いやこれはもう、でもこれもあんま動かない方がいいっすね、そうやんな、とにかくボールと一番遠いところに常にいるようにしてます僕は、あそういうことか、はい、でも逆に近くおった方がさ、そんなことない、近くなりすぎた時に一気にかわしてみたいな、もう近づかないみたいな、そうね、ここで、でもあぶねえ、これでこわ、これやばいな、でこれ弾増えたりとかも、あ、ここ、やった、よっしゃ、怖い怖い怖い、もらった、成功、これ、これ上に、あ、上行った、上行ってる、やば、早っ、やばいやばいやばい、よっしゃ、俺、俺俺上、俺上、どこ行ってんの、俺の足こじます、え、あんなんできんの、うわ、怖い、やべえ、でも、俺もクリアできる、やばい、あ、強い、よしよし、で、すごい、陣内さんも、よし、陣内さんも持ってる、よしよしよし、すごい、やばい、やばい、怖い、あー、やったー、やったやった、これででも、イーブン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 、あー、やばい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 、あー、でかなった、小顔効果、小顔効果、小顔効果来て、小顔効果来て、あー、ぶれ、あしゃあ、てっかちゃんだよ、てっかちゃんだよ、いや、アルカノイドや、アルカノイドな、要するにアルカノイドの1個エヴァンス、進化したアルカノイドです、これを完全にボンバーマンに、うん、魔界村にアルカノイドですほぼほぼですよ、ほぼちょっと楽しかった、はい、まだやらしてよ、まだまだいろんなゲーム入ってます、次第2回やらしてよ、さらにまあアップデートでどんどんゲーム追加されていきますんで、そうね、またその際にはネタ人の方でも、まあ、普通にさせてもらうね、ぜひお願いします、あ、ね、またちょっと野田にも来て対戦ということで、はい、お願いします、ということでスーパー野田ゲーワールド、はい、発売中です、発売中です、任天堂スイッチで1600円、バグも直りました、バグも直りました今回オンラインゲームが入ってますので、はい、前回スーパー野田ゲーパーティーみんなでやったら楽しいけど、一、うん、人でやったらクソつまんないって評判だったので今回オンライン機能が一人でやっても楽しい、みんなとやれる、でスレスレのとこ行ってる、スレスレのとこやってますていうことで、ありがとうね、はい、どうもありがとうございました、ご覧いただきありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。